忠勝、絆とは本当に強く得難いものだな。豊臣を離れてなおそれなりの勢力として立てるのはわしを信じついてきてくれた皆のおかげだ。しかしまだ秀吉殿や信長公、そして帝には抗えまい。彼らに打ち勝つためにはさらなる絆が必要だ。だからわしは各地に同盟を求めようと思う。険しい道となるだろうが手伝ってくれるな、忠勝。行こう。絆こそが人の救いであると示すために。世の乙女を癒す日とする。みんなゆっくり休んでゆけ。癒すと言ってもお湯しかないのね。まああなたなら仕方ないのかしら。姫巫女殿、どうだろう。あまり立派ではないかもしれないが。そんなことはありません。間近で見るととっても大きくてふわっと柔らかそうです。まじまじ見られるとちょっと照れるな。でも少しくらいなら触っても大丈夫だぞ。羨ましいです。何を食べるとこんなに大きくなるんでしょう。これは一体な、何の話を。見ていてくださいまし、ナオトラ様。参る。女衆にばかり戦やらせておくかってんだ。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーンと振り払っちゃいますよ。れれ、あなたもこのふわっと大きな虎さんを見に来たんですか。虎のことでしたか。確かにご立派ですな。しなやかで可愛いメストラだろう。よし、特別だ。私の愛子と戯れても構わないぞ。ほら、思ったより滑らか。いいお湯じゃない。
汗をかきました。ジャブーンとお風呂いただきますね。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。お前のような何食わぬ顔の男が一番怪しい。女風呂は断じて覗かせない。マリアが入浴中だ。話し相手が欲しいところね。誰でもいいからいらっしゃい。あしたないぞマリア、もっと乙女のつつましさをわきまえろ。あら、なんだかちょっと納得いかないわね。私が倒れたらあの子たちはどうなる。悪いが、果たすまでは死なないと決めているんだ。あ、大丈夫か貴様。乙女の矢肌に何という無体を。私としたことが乙女の憩いを危険にさらすと。まだまだ、そんな打ち込みぬるいぞ。まだだ、より多くの乙女たちを癒していかねば。命に変えても守る。でもどさくさに紛れて、バカ、ナオトラ様に見つかったらどうなるか。でも気になる。ありゃ、あいつ気の毒に。後でまたしごかれるぞ。このお湯は最高ね。あら、残念そうな顔。見て、わらわの肌の上で汗が宝石のよう。に一つと手なし。世の中って残酷ね。力の比べ合いはもうこれきりにしない。また少し汗かいちゃった。今度の湯船はどこがいいかしら。わしが掲げるこれもまた、所詮はだとしてもこの歩みを止めはしない。虎殿、わざわざ来てくれたのか。まあな。で、本田から聞いた件についてだが、私と手を結びたいというのは本気か。
ああ、もちろんだ。ナオトラ殿、あなたたちとの絆が欲しい。女児党の武力が欲しいの間違いじゃないのか。男なんて所詮乙女を利用することしか考えてないからな。まあ、あの本田が頭を下げてきたくらいだし、武田を倒すまでなら考えてやらなくもないが。今はそれだけで十分だ。ありがとう、ナオトラ殿。